よし、さあもう間もなくでもないか、もう間もなくか、6時から今日の超人五輪最終種目トーコレッセン4橋本慎也選手限定大会で、ね、やっていきたいと思います。誰だこのルール考えたやつは、本当に聞いてんのかワンダーマン。今日は来れない、ワンダーマンさんは今日あのお仕事のリングアナーやらせていて、あの別の会場でプロレスの興行をね、やってるということで、はい、そちらよかったら見に行ってください。こちらもね、こっちはこっちでプロレスやってますからね。いやー、やっていきましょう。橋本のワンダーランドトーコネスで4やっていきたいと思います。これって乱入してって大丈夫？大丈夫ですよね。 V ダメージ蓄積なんかしないですもんね。赤いのからスタートしちゃうの見たことないもんね。そんな地獄のような状況にならないからね。あのジャイグラはなんかあの肘 20% とか引き継ぐっていうねあってね、あなるほどみたいな感じでね、地獄のワンデートーナメントになるんですけど、それはそれで面白いんですけど、はいはい、そんな感じ。今んところね15名の橋本慎也が集まってくれました。なんでも橋本をつけたら面白くなっちゃうからダメなんで、なんと主要キャラは今日全員橋本慎也ということでね、橋本慎也選手の二人三脚で皆さん楽しんでください。15名、ということで16人トーナメント1箇所シードです。アイス平行さんがシードですね、で、1回戦の組み合わせ、松野対ヒドランテ、 JRDX 対ズンダ、タコワサ対眼帯、ダーノ対ジョンマスク、ソロモン対ザマ、オレオ対セリス、モチインク対元野、以上15名の橋本慎也が集まっていただきました。ありがとうございます。いいですか、立ちはめ、エーパー、手さぎり、ミドルキック、水面蹴り、全てを認めます。三角締めもいいぞこれね。今日でも見た感じ結構その普段からやってらっしゃるような方が、ね、集まってくれてる気もしますけども、あのこのマイク聞こえてますかね。あんまりやったことないプロレスゲーとかわかんねえし、なんならプロレスもよくわかんねえ、このゲームも知らねえよって人、打撃ボタン押してら勝てますからね。本当にありますからね、マジであるから。超人五輪史上一番勝ちやすい大会かもしれない、ワンチャン。本当に本当だから、これ本当に。シンピーさんいないの、ボタン連打してる。本当に、あのシンピー、橋本シンピーが今日いないですね、残念ですよっていう。いやー、まあそんなことでやっていきますよ。まあこれから先ね、橋本慎也選手しか出てきません。ああ、ほらもうこれランニングで、もうだからこれ毛さぎりに何かがつくだけだから、ランニング毛さぎりとかなんかいろんなのがありますからね。
打撃技に KO 判定がね、なんかどうもあるっぽくて、でそれでまああんまりダメージ食らった時に食らうと、KO とか、ドクターストップとかそういったことがあったりしますね。はいはい、ドクターストップはあれかないか、それは3ヶ月目とかかな。まあまあだいたいすぐ KO しますからね。このゲームやったことない方、フォールとかのやり方わかんないですって思う方も、いるかもしれませんが、いらないです、大丈夫です、いらないです。普段からそうなんで、このゲームはすぐ KO するから、本当にフォール勝ちとかね、そっちの方が珍しいよ。本当に体感3割くらいじゃないか、フォール勝ち。半分ないと思いますけどね。さて、じゃあ6時回ってますけど、これは中級戦か。じゃあ設定変えてもらって、フリップにしてもらってね、そこからあとは橋本真也のみのワンダーランドやっていきたいと思います。じゃあ JRDX さん、もちもちね、周りにしてもらって、はい、じゃあ変えていきましょう。じゃあ松の湯さんとジャランテさん、じゃんけんして 1P2P どっちの橋本か選んでおいてください。 1P 側がいわゆる黒いパンツ、皆さんがイメージする橋本になるんじゃないかな。で 2P 側は赤パンツになるという、 1P2P で色が固定だった気がします。2つしかカラーがありません。疎通ダッシュと一緒、いいですか、何でもありですからね、皆さんよろしくお願いします。これ勝ったら超人ゴリの種目指定できますからね、優勝した橋本真也にはその栄光が与えられます。同じタイトル以外だったらいいよ。ここですね、4はダメ。ここですね、3はワンチャンいいよ。やりたいか、3、まあいいけど。ちなみにね、今日みたいにこの橋本真也限定とか、そういったルールも、何でもいいですからね。よろしくお願いします。どうしたの？じゃあ変えていいよ。今の流れで変えてもダメなわけないぞ。はい、変えてよ。なんでやらないのかなと思ってました。ちょっとね、お待ちください。フリップに一緒ですんで。ほらもう疲れたから座るよ。もう最近闘魂列戦4の時は座ってばっかりで。皆さんどうですか、皆さんの橋本真也はどこからですかね。本当に大丈夫ですかね。松の湯さんが 1P なのかな、ヒドナツさん 2P から。松の湯さん、橋本真也選手のどういったところが好きなんですか。橋本真也選手自体は知らない、橋本知らない珍しいですよ。渋谷の女子高生に聞いたら100人中100人知ってますよ。だから、まあまあたまにはそういったこともある。で闘魂列伝で橋本を知ったの、あすごいですね。ジャッキーチェンの格ゲーでジャッキーチェンしたぐらいの感じですよ、それ。なるほどね。お、まあでもそういった人も全然いいと思います。あで、それで、普段は誰使ってるんでしたっけ。あんまり大会出ないか。なるなるなる。そうですね、なりますね。いや、わかりました。ありがとうございます。いいですね。時間、あ、これ今立ち上げ中ですかね。ナオミちゃんね。あ、でもそうか。今日はこのナオミの立ち上げシーンはここだけで済むのか。なんていいゲーム。今日唯一感謝するぜ。ワンダーマンさんに。後の時はワンダーマンの野郎ってずっと思ってます。まあでも絶対楽しいからやっていきましょう。ね、ワンダーマンさん満面の笑みで言ってましたがね、一回やってみたかったんですよとか言って。まあでも面白いですよこれ。まあ今までも数々の名勝負繰り広げてきた橋本選手、今日一体どんな秒殺 KO があるのか。体の部位緑色なのに KO するからね、何食らったんだよと思うよ本当に。よし、大丈夫か。じゃあ行くぞ、超人五輪トーコレッスン4橋本真也限定大会始めたいと思います。行きましょう。右を向いても左を向いても橋本真也、行くぞ。 1P の黒い方が、黒い方でね、はい、1P 黒いから、松井さん、2P が赤、ヒドランテさん、行きましょう。ほら、いいですよ、松井はめ、やっぱ武器の使用、すべてを認めます。いいから早く手先でやれ。どうせ、お前ら、挑発とかいろいろやってるけど、やることはそれなんだろう。あ、腰投げ、ありましたね。はいはい。よいしょ、腰投げ。まあ、さっきね、松井さんもおっしゃってましたけども、打撃でかなりね、強力な、ファストシューターの異名を持つね、太陽、橋本真也となっておりますけども、本当にね、その実在のレスラーで、そのね、イメージ通りの凄まじい破壊力、そして、あちゃ、死んでしまい、これのね、柔道仕込みのね、嬉しい、そして三角締め、この辺もね、一つとなってますね、押しなげ、決めていく。で、まあ、打撃ボタン、まあ、キャラクターによってね、いろいろといろんな選手がいて、それぞれ設定されてるわけですけども、橋本選手、この、ミドルキックだとか、手先チョップだとか、この辺が非常に強力ですね。
まあ、ダメージとかもさることながら KO の判定が、まあ、体感ではあるんですけども非常に高い、そんな印象があります。なので、まあ、お飛ぶの腰元リングイン、ういういうい、あ、そういうのもう大丈夫ですか一回見とかないとな。いや、これでもすごいですよ、橋本しかいない中で橋本を輝かせるプレーですからね。自分たちだけの橋本信也を作り上げろ、無茶なっていう、ね、橋本信也の可能性無限大ですからね。ガンプラみたいなこと言ってますけども、いいですよ、どんな橋本でもいいんだ。ミドルキック、最終的にはミドルキックと手先が惜しいだろう。殺せー、いけーオーラでくるかやだ、ほんとどうせそれなんだろうって知ってんだよ、ほんと。オーラ手先、オーラミドル、オーラ手先、オーラ、みんなでね、この試合何で KO するかかけましょうね。手先かなみたいな、戦闘は多分 KO ないですからね。10分30秒、戦闘音とかなかなかかれないですから、ね、何で決まったのね、なんかね。参りましょう、よいしょ。超満員ですよ、高田のままサンダードーム、実際超満員。札止めとなってる、あーしゃ、ミドル、これはドロップで与えていく、あーしゃ、あーしゃ、毛先切り、あー、ふらついてる、ほらー、ランニング、毛先切りチョップ、あーしゃ、ロープに振って、おー、帰っていかない、毛先避ける、毛先切り、毛先切り、ミドルと毛先切りの応酬、オーラミドル。おそらくね、今日ほぼ全ての試合が KO 決着一緒になっておりますけども、まあ一応ね、タイムアップも、おい、ルール理解してるか危なかった、危なかった。まあでも分かりづらいよね、ある意味 ね、 そのね、ちょっとね、今のはロープブレイクしてるんですけども、それで話さなかったら反則となりますね。普通のホールのカウントは青い表示で、あー危ない、余計なことを考えなくていい、やるんだ、ミドルキック。あ、時間が大丈夫か、今ヒート状態、おいしょ、これはよいしょ、フィッシャーマン DDT 大技決めていく、ミドルアンデさんもこれ大満足、タイ固め、レダ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 、おら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 、おいおい、いいんだよ、つかみとか答えいらねえ、あー、ぶっこ抜いた、じゃあもうほどいた、ほどいた、ほどいた、あ、なるほど、高校状態、おらー、来た、行った、行ったんじゃねえか、バカかーと、おらー、高校ミドルキック一戦、勝者、松戸井、これよ、これ、それまでの試合の流れ、うわ、フィッシャーマン DDT とかかっこいいとかって、そんなのは関係ねえ、ミドルよ。これがプロレスリング、戦いのワンダーランド。じゃあ次、JRDX で積んだ。あ、美奈子ちゃん、衝撃結末、来ましたね。筋書きのないドラマ、橋本信也限定大会です。いいですか、皆さん、今のでよく分かったと思います。もういい、打撃を押すんだ、はい。そんなものはどうでもいい。ヘッドロックやってる場合じゃない。これ見てる方、まだサッカー間に合いますからね。いいですか、ボタンだけ押したらいけますよ。さあ、いきなりこの開幕からね、非常に熱い、そして今日のこのルールならではの本当に体現する試合が行われましたので、第2試合いきましょう。ワンピー側が黒い方、ズンダさん、ツーピーが赤い方が JRDX となっています。一体どんな橋本があるのか、今回ね、橋本慎也選手限定ということで乱入形式でどんどん入っていってもらいます。まあ、色もね、ワンピーツーピー固定なんでね、色を取りたい方やってください。まあ左下にウィン何とか出てますけど、これはね、連勝補正とかないんで関係なしでいきたいと思います。よろしくです。いやー、素晴らしいですね、爆殺シューターの欲しいままにしていた。お、これは場外、さっき場外なかったね、そういえば戻ってきたね、さっき全然場外出なかったな、一回橋本リングインがあったぐらいで。ミドルミドル、おーしゃ、裏切ってやる、ロープで反動つけていく、避ける、あー、横島さんありがとうございます。おーしゃ、おー、どうした、打球崩壊始まったか、おーしゃ、ミドル、おーしゃ、おーしゃ、そうよ、もう橋本選手ね、もう亡くなっていますけど、俺たちの中では全盛期、このミドルキックの切り込みを DDT、 いやー、そのまま嬉しい逆十字、ここは離していく、ここは本状態とね、この辺がね、戻っていったんですね、盛り上がっている。
ちょっとダメージ食らってますよね。頭、胴体、両手、両足、それぞれの部位ごとにダメージが蓄積していく。赤くなってる。このミドルキック大丈夫か。おーじゃ、短いぞ短いぞ。自分の足の長さを理解しないのか。ブラインディキックカウンター、若干リーチがね長いんですね。ちょっとね足りないですね。あるのか。おいしょ、おー、うっ、決まったか。これ止めましたね、ミドルキック。おら、止まってる止まってる止まってる。勝者 2P の橋本ということで、 JRDX さん、いや、これがあります、これよ。ではタコ技対ガン対お願いします。あの本当ね、あのこの2試合見て皆さん分かっていただけたことです。これご視聴の方分かっていただけたと思います。突然終わります。いいですか、いい流れでだんだんね、うん、だんだん大技やって、こっからないです、そういうのドーンです、あっつって。まあこれもねずっと言ってますけど、タイガー張ったりレフェリータイガー張ったりね、選手の安全第一でやってます。違うな、レフェリーソフトじゃない、KO してんのか。タイガー止める前に終わってんだ。すいません、適当ぶっこきました。レフェリーストップの前にね、あっ。まあね、あんなミドルキック食らったら一般じゃもう大変よ。いくら橋本選手といえどもね、橋本選手のミドルキック食らったら大変ですからね。現実では起こりえないことが起こってしまう。アンビリーバーもいる。おお、フライヒーキックできるね。ワンピー側、黒い方が団体さん、ツーピーが赤い方がタコワサさんとなっております。タコワサ選手もね、このゲームかなり熟練したやり込み見せてくれるんですが、まあでもね、普段の大会、まあ、感謝祭でね、大体やってますけども、こういうね、熟練者の方の橋本ってあんまり見る機会ないんですよね。この間もね、素晴らしい試合見せていただきました。あれは、あれか、はい、ドクトルバグナージュニアとあれ、ね、ドラゴンキッドをやってましたけど、レイミスリオじゃなくて誰が出てましたか。レイミスリオですよ、大変ですね、はい、うん、ありましたけど、橋本選手はね、結構その、まあ、あんまりこのゲーム慣れてない方とか、どうしても、もう今日はいろいろとあったからこれでスッキリしたいんだっていうシュッキーさんみたいな人がボタンを連打するのに使うようなイメージがありますけども、ね、そんな橋本だらけになったら一体どうなってしまうのか。ワンダーマンさんの夢が今実現。パワーストラムからの、これは谷方も言ったけども返していく。体力がまだいっぱいある状態だとあのようにすぐ返されてしまいます。体力がない状態だとホールをね返すというレバー型は非常に、おーやる、ミドルを取っていった。よいしょ、はい、うん、組んで組んで組んで、おー抱え上げて、やめるボディスラムからの、いいよいしょ、セトン痛え、あんなの顔面食らったら大変よ。橋本選手ワンピン、あ、ふらついてる、いいよ、王者膝蹴りからのディリティ、体重を乗せてノーペン打ちつけていく。大丈夫か、橋本勝てるか、橋本の攻撃が止まらない。こっちの橋本、よいしょ、返した、どうする、手下げ、そっからランニング止まってただろ今。いや、そこはじゃあ攻めに裏に行く、目まぐるしい攻防、タイガーハタリのムーンウォークも止まらない。どうする、はい、あーじゃあ一本背起こす、う、後ろ取ってるからの、うわ返した、バックドロップの体勢、ボディープレスで返して先端追い打ち、よいしょ、ロープいって、タイガーハタリ邪魔して花道に出して、花道は場外風、場外じゃないところですからね、カウントありません。場外カウント3つ。わざわざ起こして水面で見て、どうする、うっ、あーじゃあめり込んだー、だが橋本、トートン状態、ラッシュ状態になっている、いけるか、クレパスター、そのまま落としていく、ほら、タイガーハタリ、カウント取らねえから、次蹴り。全身真っ赤の橋本真也、いけるのか、おっしゃ、あスキップ行かせない、手先、手先に、で、振りか、残り時間はまだ5分もある、30分一本勝負、後ろ取って、あっと、これは、やる、引き付けしているボスマッシュ、満足したのか、リングに戻ってくる、よいしょー、ロペの腕絡め、地味、分かりづらい、カメラの角度も悪い、うおー、場外プレーバスター、やりたい放題。どうだ、橋本でもこんなことがいろいろできるんだと高尾さんが見せてくれています。よいしょ、嘘だろ、そんなラフファイト、あの高尾さんがそんなラフファイト、おら
ひどい。橋本が何をしたって言うんだ。おーら、おーら、場外で警報しなくない？大丈夫だ。たまらず花道。はいじゃん、はいじゃん、はいじゃん、はいじゃん。俺たちは一体何を見せられているんだ。花道での戦い。花道はね、場外20カウントの終わりのルールがねないですからね。おーしゃ、おーしゃ、おーしゃ。警報もないじゃないか。降りた。なになになに、どうする。椅子。おいやめ。そんな高さで追いついてんの。無限の可能性がある。タコワトさん見せてくれている。オーラじゃん、オーラじゃん。おいまだ早い、オーラ帰るけど。あ、なんだよ、残り時間1分。おーいじゃん、フライキック。あ、ふらついてる、流血してる。これはまずい。抱えて垂直落下に入り、やりたい放題が過ぎる。カータラツピータコワサ橋本慎也、とんでもねえ試合だった。ダーノーさん対ビジョンマスクさん、いきましょう。ダーノービジョンマスク、とんでもねえ橋本だ。いや、やりたい放題ですね、これ。ありとあらゆる技を見せていただきました、ありがとうございます。本当ね、この間の、東高熱戦包帯会のね、準決勝の時ですか、凄まじい試合、まさにね、その本当のプロレスでもなかなか見れないような素晴らしい試合をね、見せていただいた高橋さんですけども、今再びね、この言葉を送りたいと思います。なかなかあんなことね、やろうと思ってもできませんからね。本当に皆さん、1回でいいからこのゲームやってみてください。ヘッドロックしか出ませんよ。でもそんなあなたにミドルキックが出せる、手先にキックが出せる橋本慎也、おすすめです。やっていきましょう。やっぱね、活ゲーなんかである使いやすさ S です。使いやすさは何だろう、まあ、勝ちやすいんですよ、そういう意味で。今日勝ちたい選手、橋本慎也です。ワンピーが黒い方が、ビジョンマスクさん、スーピン側ダーノーさんが赤い方ですね。ビジョンマスクさん、マスクかぶったんじゃ大丈夫ですか。ノーマスクですけど、ノービジョンマスク。いやー、スーパーチャットもね、多数いただいております、ありがとうございます。もう高校熱戦包帯会も何年もやってますから、皆さんどんどん上手くなっちゃってね、そんなにこのゲームそんな技出せたっけって思いますよ、ね、いずれまだ見ぬ技がね、生まれるかもしれない、あるかもしれないですよ。やり続けていればね、いつか橋本慎也がスペースローリングエルボーとかやるかもしれないですからね。わかんないですよ、うん、スペースローリング手先にちょっとやるかもしれないですからね。全然わかんないですから、まだ可能性は残ってる。橋本飛ぶのか、おいいいじゃねえよこの野郎。何なんだよ。まあ、だから登っちゃうってのもあるんだよ。あのね、なんで登ったのと思うんですか、登っちゃうんだよ。あ、うめえうめえってなんだ、背後から水面切り、危険だけど。あー、スーパーチャットありがとうございます。橋本、そうですね、橋本を倒すと橋本が入ってくるランブルですよ。おい、ほら距離を取って、ふらついている、大丈夫か。おー、じゃあ水面蹴り、やっぱね、格闘ゲーム下段キック強いですからね。おお、一瞬の隙をついてスリーパー、いいのか、ふらついてる、ロープに振って、よいしょ、もうスラムからの相方の一体の、これは体力がある、体力がある状態ですね。相手に返せる、フレンキック、ミドルキックは相手側の技ですね。あんなミドルキックなのかと思うんですよ、違います。ただ猪木のグーパンチは、ボディーブローってグーパンチはあれ絶対顔面ですね。まさか飛ぶのか、よいしょ。本当に飛んだ、伸びた、ファイブスターフロッグスプラッシュでしたね、今ね。RBD 来てくれた。ああ、手先にカウンターで、そしてストンピング。このハンマーなく、おお、ミドル、ミドル。足元、足元、ああ、クロスカウンター。ミドルキック一戦、勝者ワンピーがピジョンマスク、お見事。あのダーノーさんが、いやー、一瞬の差でしたね。ソロモン対ザマお願いします。あ、適当に言ったけどクロスカウンターってなんだよ。でも今完璧なタイミングでドーガーン行ってましたね、今ね。
すごかった、あれすごいよ。ケンシロウとシンぐらいのガシーンぶりだった今ね。とんでもない叩きでしたね。ワンピがソロモンさん、ツピがザマさん。ザマさんといえばこのゲームはね、結構あのザマフライが有名ですけど、まあやってること若干似てるかもしれない。橋本選手赤い方、ツピ側がザマさん、そしてソロモンさん迎えてワンピ側黒い方、非常に赤いライン、まあ、いわゆるねデフォルトカラーというか、そのこの選手だったらこの色かなってイメージがワンピカラーですね。このゲームが出た頃、99年くらいでしたかね。その頃の選手のこのイメージカラーになってますね。はい、このゲームが分かってる人の使う橋本は残酷だな。格ゲーセンスはあの距離を取って手下切りというね、有効な間合いから強力な台地を叩き込む格闘ゲームしてますね。だがそんなものは関係ねえ、一発入れば分かんねえんだよこの野郎と。あー、みなこちゃんいいですね。あ、そんな技術画像あるんですね。殴り合い、みなこちゃん大戦得意でした。おー、届いた、トラスティックアップでお届けしております。起こしてふらついてとか水面打撃で刻んでいく体力をね減らして、まあ、よりおそらく KO 率が高まると思いますので、それを狙って、まあ、ちょっと細かいところ数値とか知らないんであれですけど、体力ですね。後半やっぱり KO しやすくなるので、やっぱ体力とか、まあ、体の部位のダメージ、その辺がね影響してるんじゃないかなと思います。体力満タンで緑の状態で KO っていうのはなかなかないからね。そもそも体力が減ってる状態、緑で KO は見たことあるけど体力満タンからはないんでね。もし仮にパーセントあったとしても相当低いと思います。まだ見たことないんですけど、ちょっとちょっと体力が減ってて V ダメージはね、クラッチには緑の状態で一発 KO を何度か見たことあるんですけど、まあ、それでも何度かと、おー、ぶっこりだ。じゃあ、まあ、天空、そのままフォール、ワン、ツー、嘘でしょ。あれ、鮮やかに決まった。おーしゃおーしゃ、びっくりした、決まってしまった。勝ったのはツーピー、ザマさん、ザマさんもね、参加ありがとうございました。では、オレオ対セリス、いきましょう。いや、珍しいです。ついに、キーフォール、スリークアウト来ました。もう見れないかもしれませんよ。いや、ちょっとね、若干早い決着でしたけど、決まりましたね。そう、この画面しか見ねえんだよな、だからな。今、ふとさ、待ってみて、あ、橋本さん、橋本かと思って、橋本さん、橋本しかねえんだよ、だから。でこの同キャラの時思うんだけど、このキャラクターが反転してないのいいよね。大体格ゲーとかってキャラクター反転させて表示するんだけどね、スーって立ってるっていうね、反転しない表示のやつね、速攻性とかでもありましたけどね、その話はまた今度しましょう。ワンピー側セリスさん、ツーピー側がオレオさんと言います。オレオさんね、普段トーコレスで4をね毎回、イカの大感謝祭で稼働させてくれてるね、功労者となっております。嬉しすぎ、取っていく。赤い方が 2P オレオですね。黒い方が 1P がセリスになっています。はい、はい、うお、フライングキックですね、大技。おお、他のキャラのデフォルト技みたいな、あの立ち上げシエルフォーとかね、多分ないんじゃないかな。おお、ボソン、あらですね、フライングミルキックで倒れてる背景を、ボソン、ね、お、足を取ってエルボー落として、そのままレッグロックの体勢固めていく。ロープは近いのか、ロープブレイク、ブレイクありました。ロープに触ると決め技は届かないといけない。はい、あーよ、まあ、だからその汎用的な技じゃないのがちょいちょいあるってだけで、やっぱその選手っぽさがぐっと上がりますね。素晴らしい、アクロスという方ね。おっ、次に走り抜け戻って手先にバックル倒した。どうする、マウント、マウントはないか。でもいつかやり込めば橋本がマウントパンチをする未来も来るかもしれませんからね。あっ、トップロープからまさか、よーしゃーら、ミサリキック、ロケット砲が飛んできた。
トップロープからこの重さの後ろ取ってるリバース DDT。 大技連発、橋本の技が決まって、橋本大丈夫か、走ってって、おお、うん、あーしゃ、練り込ませた DDT。 あ、KO。 そして帰っていく、タッ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 、帰るまでがプロレスですからね。勝ったのは 2P オレオ、お見事。ではモチインクさんと元野さんお願いします。いやー素晴らしいですね、ランニングめり込み DDT でしたね。はい、そうですね、今コメントにもありますけど、結構器用な動きの橋本選手が多くてね、ちょっとね思ったのと違いますね。なぜ今日シンピーさんいないのか。はいはいはい、元さんレバー触ってねえじゃん。あ、びっくりした、ノーレバー走法でいくのかと。はい、ドドーンっつって、いいですよ、それの正しい姿ですから。ワンピー側、黒い方が元のさん、ツーピーが赤い方がモチインクさんとなっています。お互いに擦ってるな、これな、擦り合いだこれ。おらーしゃーおーしゃー、はい、今日ね、元のさん、大丈夫か、月下2優勝してノリに乗ってますから、ね、届いた、ストーピング、それは届かない、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 それは届かない、何かを踏みつけていた橋本選手、やっぱ地面を踏み固めるというそういう古のディッシュありますから、ね、こうね、地鎮祭みたいなもんですよ、あれはリングに眠るね、あまたの魂を沈める、そんなディッシュです。引け先に、引け先、あてめえらさてはこのゲームあんまりやってねえな。そういうのでいいんだよ、ミドルミドル水面蹴り、いいですよこれよ。あ、三角締めいったんじゃない、三角締め、三角締めなんか決まったらまず勝てないけどね。あ、みなこちゃん見てってくれよ、最高の試合を、俺たちの橋本真也を見てってくれ。あいしょあいしょあいしょ、ほら音がいいな、ドボみたいな、大丈夫みたいな音さ。あーじゃあーじゃあーじゃ連打、おおはいはい、おろおろ、あーじゃあ、始まったー、はい、よーじゃあ、ネキブリか、ランピーが黒い方が元の、ツーピーが赤い方がモチインク、手先手先、トラスキック届かない、リーチがさっきより遠くなったら絶対届かないよ、ミドルミドルミドル、おーしゃ、毛先に連打連打連打、おろ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 、おーしゃおい、おーしゃおい、あー、うっ、攻め蹴り、ストンピング届く、ストンピング届く、毛先に、おい、いやいや、早い早い、軽快な橋本慎也、ススッ、今日一早かった、あいや素晴らしい、勝者 2P 持ちいく、ミドルキック、これです、今日一番多い決め技、ミドルキック、これよ。お待たせしました、じゃあシードのアイス成功さんと1回戦勝った松上さんお願いします。ミドルよ、やはりミドルキック、大正義ミドルキック、いや最高だな、これこれ面白いですね、またやりましょうね、これ4年後くらいにやりましょうね。最高、いや橋本同キャラらしいですよ、これはワンピが黒い方が松の湯さんですね、黒い方だね、一応ね始まったらね、はい、始まって違う色の可能性あるから、はいはいはい、あそういうの大丈夫です、はい、黒い方が松の湯、ツーピーが赤い方がアイスケンソン、殺せー、俺俺ってなんで俺にしても早えよ。残念ながらね、まあ、俺ちょっとあれですけど、あの V のダメージは入るので、ずっとあの決めてると、だんだん、ね、色が緑から黄色、黄色から赤、で赤い状態でまず決めていくと、ギブアップとかね、全然ありえます。よいしょ、よいしょ、手先に、よいしょ、いいですよ、よいしょ、ミドル。手先チョップが使ったらどうするんですか、もう一回手先りを当たったんか、おー、クロスカウンター、
ヘッドロックでちょっと走らせるんですよ、これ。おーしゃ、ミドル。おーしゃ、ミドル。ミドルキックに夢を乗せて、ボタンを押していきましょう。ほらほら。ほらほら。おーしゃ、ほら。おーしゃ、ほら。おーしゃ。どんなゲームなんだよ、これ。エルフォー、うまい。返しちゃうぞ。ミドルキックは返せるぜ、ミドル。よーしゃ。おーら、水面。水面蹴りは多分、あれじゃないかな。KO判定ないのかな。なさそうに見えるけど、あるかもしれないけど。あるよ。おまさか、あ、ライガーソード取りに行きましたね。来た。黒く光る、ライガーソード。ほら。ここは松之江さん空気読めなかった。ライガーソードを使わせなきゃいかない。何が聖なる国だ、バカ野郎。残念じゃないよ。起こして、地面。おお、トラップって言ってましたけど今ね。あ、アームっぷりかー。腕を破壊していく。さらに、さらに、おお、やる、ジャンピングエルボー。この体重乗ったらいけーぞ。水面透かしてミドル、ふらついたところ腕、ほら、よいしょ、よいしょ、ほら、よいしょ、よいしょ、いいですよ、効いてるよ橋本。おおじゃん、おおじゃん、いやじゃん、足、あ、死んだか、こと切れたか、橋本、大丈夫か、ふらついたところ、うっ、ほら、まずい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 、水中の中じゃないか、ピーピー、あ、決まったっぽい、決まった、勝者、アイスヘイホー、垂直落下式 DDT フィッシュ、お見事。では、JRDX 対タコワサお願いします。アイスヘイホーさんもね、結構このゲームね、うまいですよ。素晴らしい。いやいいですね。あ、キマイさん、まだ間に合うよ。どこに入れる気なんだよ、ね、2回戦だぞ今。はい、行きましょう。橋本だぞ、橋本。いやー、垂直落下 DDT ね、まあ、KO、まあ、KO されるよね、あんなの食らったらね。ただでさえ DDT ね、橋本選手の体重全乗りですからね、それが垂直落下でしょ、そんなのなかなか、受け身とか相手どうしてですよね、肩とかでうまいかな、でもな、難しいよな、まあいいや、ワンピが黒い方がタコワサさんですね、スーピが赤い方が JRDX さんになっています。おーしゃ、水面蹴りからの、あっ、足を取って、ボストン、そうですよ、やり込んでればね、ああいう状況で、ボストンじゃなくて、ロメロスペシャル行くかもしれないですからね、いつかの選手に、ほら、釣り手に、そこからなんかね、やるかもしれない、風林火山で登っていくかもしれない、決め技、風林火山あるかもしれない、大体風林火で終わるので、それは気に入ります。橋本、おもむろに外へ出て、どうする、タッ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 、あ、ランニング始まりましたね、走る、走る橋本、会場の様子を確かめていけないですからね。おい、お、ミドル当たんないんだろ、ミドル、おいしょ、手先に、よいしょ、叩きつけるボディースラム、腕を、あ、三角締めだ、三角締め、やばい、すでに透かしてミドル、フライングニールキック、走って距離を取るところ、さらに襲いかかるデッドトマホーク、おーいしょ、腰投げ、橋本コールが止まらない、スーピー、JRDX さん、橋本コールを背負ってチョップ連打、よーしゃ、一つけついて、なんでネックブリーか、落としていく、おー、エルボー落として、おーいしょ、おー、手下切り、ドボッといって、タックル、どうする、タックルして起こして、なんでタックルしたのだよ、からの、いーよいしょ、ブレモスタースラム、何してる体勢、フライングニールキック、レッグトロー止まんないですね、クラウザー来てくれたんですよ、そのうちブリッツボール出すかもしれない、両足タックルから、うっ、アキレス剣固めていく、
いや橋本頭以外真っ赤ですね。アイアンマンみたいな色になってますから大丈夫でしょうか。あいしゃミドル、おい毛先切り、まだ全然わかんないですね。こっからワンピガーが KO される可能性全然ありますからね。嘘みたいな本当の話ありますよ。ふらついてる場外、まさか飛ぶのか飛ばねえかあーそれジャーマン、ふらついてる相手に見せて、おーしゃジャーマン、まあでも橋本やり込みはねトペ推進でやるかもしれないですからね。おーしゃほらおーしゃほらおーしゃやりたい放題すぎでしょ。おーあるのかどうする、ふらついて、まさかフラッキュしたいなそんなことはないか、ディー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 決まったっぽい。勝者 1P タコワサー、トトさん1試合連続でやりたい放題だよ、ビジョンマスク対ザマお願いします。いやとんでもないですね、やり込んだ方の使う橋本真也見せてもらっております。ワンピーがピジョンマスク、マスクを捨てたピジョンマスク、ワンピーが、ツーピーがザマ、ザマさんもねこれ優勝しておそらく何かね指定してくれると思うんでね、はい、ありますよ。おわしゃ手先に、はい、おわしゃ、はい、おわしゃ、はい、いやいきなり盛り上がり最高と、すごいな、すげえ速さでもう観客盛り上がってるな。やっぱみんな手下げり見に来てんだよな。冷静に考えてください、このドーム超満員ですけど今日の興行橋本で橋本しかないですからね。その興行見に来てんだからそりゃ盛り上がるようおお手下げりっつってさ、すげえよ、うまいっすね。橋本対橋本、次の試合は誰、橋本対橋本だよ、橋本&橋本 VS 橋本&橋本ですからね、タッグマッチもあるぞ。さあ起こして、後ろ何、後ろ向いた、すげえな、起こしながら後ろ向けたのに面白いな、はい、いやータッグに対してケサギリ、ケサギリ連発入ってる、はい、おいしょ大丈夫、死なない、死なないよ、橋本がまた、決まったー、早えよ、3分は早い、変わったのはザマ、ザマさん、優勝に向けて資格なしか、オレオ対モチンコお願いします、あー、みなこちゃん、ありがとうございます。いや最高ですね、最短記録狙っていきましょう、3分42秒、これサムスピだったら花火上がってますからね今ね。いや素晴らしいですよ。さあなんと次の試合も橋本対橋本、ワンピー側がオレオさん黒いパンツの方、ツーピー側赤い方がモチンクさん、いやすげえな、これ後からこの配信のねアーカイブ追っかけると大変だよね、どこまで動かして誰と誰かって全く分かんないからね、全部橋本さん橋本だからですよ、ギブアップ、よいしょ、フライニングキックから水面透かす、やっぱリーチの関係でねちょっと透かされてる時はねありますからね、はいはい、入れていく、おーしゃ、バックドッグ、トップロープから、いやー、セルチャンマン、いやー、若干届かなかった、若干、行くぞ、行くの、滑り行かせねえよと、何、どこに行きだったんだ、橋本、けさ切りを、これはヘッドロックで、掴んでいく、切り返す、いやー、目の前にここですね、おー、後ろ、スリーパー、3人から、そして同時目に行こう、大丈夫か、ロープか、ブレイク。攻め切り、おお、うまい、タイミングバッチリ、脇固めていく、赤い方の橋本選手、あこれは、おお、やる、引き返した、うれしい、逆ジョージ、黒い方が 1P、オレオ、2P 側、赤い方がモチンクです、さあ、これはボディスラムから、いくのか、お3個決めたかな、
いやー、3ヶ月目決まってますね。エサギリ、うお、ポジションから、さあここ起き上がる、闘魂状態ね、盛り上がってると一瞬起き上がります。さあこれはモチキさん、ここでついに武器を使用。あれソードじゃねえ、まあいいや、ブリキには武器ないですからね、己の体が武器。さあ、あ、よかった、登れないかと思った、ほらあんなに頑張って持ってきたのに、もう慣れない武器を使ったのに、よいしょ、DDT。 さあ、ついたところ、あっ、うわー、抱えた、ついたからか、まずい、ゲーオー、勝者ワフィオレオ。まだやるのはい、オレオさん、ベスト4整いました。アイス兵法対タコワサお願いします。準決勝第1試合、いやー、すごい試合だ。どっちを向いても橋本、むせるほど橋本、橋本限定大会、橋本のワンダーランド、高田の場はサンダードームよりお届けしております。ワンピー側がタコワサさんですね。ここまで残虐非道の限りを尽くしてきたタコワサ、相手体力ゼロ、全身真っ赤だからね、常にね。さあ、アイス警報さん、血祭りにあげられてしまうのか、それとも、あー、これエールの交換ですね。タコワサさんのとんでもないコレクションにアイス警報さんが加わってしまうのか、それとも一瞬抜けるのか。この警報マジかっこいいよな、盛り上がるよね。おう、取って、かなり、ね、遠目から行ったんですけども、返しを取って間合いが広いっぽくてね、また吸い込むような感じでね、取りますね。はい、手限りからの抱え上げ、ボディスラム、即立ち上がる、ツーピーが赤い方の橋本選手ね、かなり観客盛り上がってる。おー、ロープで手下げり、いやー、しゃね、首か、おい、おい、腰投げからのエルボー、この追い打ちもね、体力を減らすということで非常に重要。足を取ってエルボー落としていく、これのね、ミドルキック用の返し技、しっかりとね、身につけている、マークしている、出している、うまいですね。ミドルキック連発するだけじゃやらせねえよという、この高橋さんのね、この辺のやり込みがかかる。ダウン者がヒットがなし、手下切り、手を落として、これはドロップ返す、バックドロップ、じっくりと行きたい、手下切り、はい、手下切り、はい、よいしょ、 DDT、 エルボー戻して、しっかり刺激、いや、怖いですね、ミドル、すかしてミドル、ミドル、わー、取った、一方的に取られている、アイス平行さんがちょっとね、ミドル取るとなかなか難しそうですね。タコワサ、橋本真也、見つないでいく、いや、ふらついてる、おっしゃ、トラスダウン奪って、どうする、起こすのか、起こしていくのか、橋本、おっしゃ、つばめ返し出てくれた、いくぞ、さあ、シャイシャイシャイ、起こす橋本、おお、垂直落下、決まった今日も垂直落下のキレが鋭い勝者タコワサ、決勝進出。いや、垂直落下 DDT 決まりますね。準決勝第1試合はザマ対オレオ、よろしくお願いします。決勝戦では一足先にタコワサさんが進んで待っております。さあ、行こう、準決勝第2試合、あれだけいた橋本選手、ついに3人に絞られております。さあ、橋本対ドンフライ、違うか、痩せたなと思ったんだ、ヒゲも生えたなと思って。さあ、行きましょう。ワンピー側、黒い方がオレオさん、セスピーが赤い方がザマさんとなってます。おいしょ、おいしょ、あ、でもあれだよな、さっきあれだっけ、松木さんか、
これで初めて橋本選手を知ったっていう人もね、いて、まあ、これ見てる方もそういった方もね、いると思います。橋本選手ね、これで覚えて、あれじゃあの毛さぎりすごいいっぱいやる人でしょみたいな、若干ちょっとイメージ変わりますよ、ね、まあ、みたいな感じのプロレス好きな方もちょっと若干噛み合わない会話することになります。確かにやるよねみたいな、垂直落下 DDT いっぱいやるんだよね、そんなにやったかなみたいな感じ垂直みたいな感じ、おーいしょ、おー、フライングディールキックはこれは空を切った。ダウンしてるところしっかりとボストン、まあね、道端に橋本選手転がったらボストンぐらい勝てますよ。手下切り、おーしゃ、ネクブリか、いや、いいですね、これもね、もう熟練者しか残ってませんよ。マピが黒い方、オレオ、ツキが赤い方がザマ、いやもうね、ただ打撃出してるだけだとなかなか難しいような感じになってきました。一周回ってただの打撃がまた強いですよ。おお、取っていく、スリーパー、すれ違いでは、そして同時目に行こう、足元コール、いるか、この心細い、それだけのコール、あの声、俺なんですよっていう人ね、よかったらね、コメントくださいね。わあ、おーしょ、手先に、これは決めにいっている、2P の橋本選手、顔が赤いのが気になるが、フォームが赤いと大丈夫か、垂直落下 DDT 決まりかねない。裏付かせて水面蹴り、おいしょ、うわ、ワンピーの橋本もこれヒートアップ、大丈夫か、闘魂状態、ふらついてる 2P、 うっ、 DDT めり込ませたからの死ぬ、まだ死なない、おいしょ、 DDT めり込まない、 DDT ほら起こしてふらついてるところ、ほら DDTDDT、DDT、DDT、3DDT 入りました。毛先に避けて、毛先にして、毛先にして、あるぞ、起こす、オラジャーマン、カウント入る、ツー、うわー、カシャッ、おい、毛先に、腕を起こす、ジャンピガンブリカー、大丈夫か、腕、殺される、死ぬから殺されるんだったな。いや、まずい、これは垂直落下 DDT、 死んだ殺されるからの垂直落下、飛ぶのか、オレオ勝利、決勝戦です、タコアサ対オレオ、ジャンケンでワンピースピー決めてください。準決勝どっちも垂直落下 DDT で決まったぞ、決勝何で決まるのか、一体どんな戦いが繰り広げられるのか、どうする、橋本だ、あーし、東京レッズ4、橋本限定大会決勝戦始めたいと思います、いきましょう、最強の橋本真也を俺たちが決める、はい、さあ行きましょう、エールの交換、ロープの確認から入って、はい、さあ、おいー、おーら、何やってんだよ、試合始まってんだよ、おら、おら、裏切りもまたプロレス、よいしょ、ボディスラム、これまたね、両者このゲームやり込んでますからね、一味違った橋本選手が見れるかもしれない、おいしょ、こちらに一体どうなるんだ、15名集まった橋本選手、2名、旗手さんがワープするの面白い、2名に絞られているぞ、一体誰が、どの橋本が最強なんだ、これが橋本のザ・ワンになるってやつですね、ジェットリーのザ・ワン、見てください皆さん、面白いですよ、おいしょ、外に出す、まさか、まさか、何がまさか、飛ばない、あ、はいはい、ないのか、飛ぶふりしていかないみたいな、ミサーみたいなことしないですから、はい、あ、こっち、おいしょ、おいで、クリカ、ああ、花道で決着だぞ、行くぞ、俺たちはこの白い花道が見合いなのさ、うわー、ドロップから、おいしょ、DDT、 いやー、フェイバリットですね、 DDT 得意技、
まあ、実際ね、橋本選手のこの体重の全乗りの頭にダメージ相当です。セルトン基本体重全乗りしかないですからね。あー橋本大丈夫か、立てるか、立った結構元気だった、なんともなかった。おら、トッセイよいしょ、膝蹴りからの DDT、首にもダメージ、頭部にもダメージ、起こしてふらついてるところ、どうする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 、うっ、あーブレバスタースラム、叩きつけ、頭を取っている、起こしてふらついてるぞ DDT、 打ちつけていく、次ダメージ、さあこれは、あまさか飛ぶのか、始まった、おい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 、なんなのこれなんで急に劇場が始まるの、ショートコント橋本慎也が始まった。よし、起こして、うん、おーバックドロップ、起こしてふらついて、うわ外に出す、まさか飛ぶのか、え立ったって、よっしゃ橋本がー、おーおー、行かない、飛べない、飛べない橋本が、ただの橋本ですね、今合体しましたね。おい、さあ鉄柵ガーシャンあるのか、おらー串刺し、ライギリキックからの起こしてふらついてる、よっしゃ接中、おー目が覚めた橋本、逆に目が覚めたぞ、こっからワンピー、橋本の逆手が始まる、えあー間違えた、あーなんだあーなんだなんだ、おーおー終わり DDT、 帰ろう帰らない、いやーまさかの今場外決着あるかと思ったんだ、おーらー、これはリングで決めてやるんだよと、どっちも頭が真っ赤、体も赤くなった、まずい、ロープに振ってどうする、おーしバースラムからのホールの体勢、返せるか、ワンピーオール返せるか、うーディバン、おーいしょ返した、あと 2.9、 あー攻める、残り3分切ってる、3分1本勝負、おーしょ膝切り決めてからの DDT、 今日何度も見てる DDT、 ここでも炸裂アピール、決めに行ってるぞ、おい DDTDDT もね、おそらく軽判定あると思いますけれども、普通のやつは、いやー、顔面真っ赤、垂直落下決めたー、優勝はオレオさん、お見事、やはり最後も垂直落下、いや、オレオさん、優勝、おめでとうございます、あ、絶対そういう風に来ると思って、俺久々にオレオさんにインタビューするなってマイク渡しながら、前どうなったかなと思って、あ、そんなだったと思って、息切らしながら来るんだと思って、ショートシーン、いやー、来ましたね、強かった、強かったよ、誰なの、誰なの、橋本なの、それ、はいはい、どうも、いやー、とんでもない試合でしたね、今日はね、大会ね、あー、やった、開けてみると、まあ、いろいろ出ましたね、ありましたね、いやー、もう橋本選手はやっぱり、打撃のね、ミドルキック、手先の不意の KO がやっぱどうしても印象に残ってますけども、はいはいはい、まあ、それ以外のいろんな技、そうですね、決めてね、見させていただきました。なんか後半、準決勝以降は全部決め技、垂直落下、DDT もうなんか、もう中盤以降は、あの有識者の人もやることがなくなってきたっていう、そうですね、はい、もう俺も分かりました、結構幅ないなと思いましたね、はい、まあそれでも橋本は技数多い方なんですけどね、あーね、そうだからあのデフォルトの技がね、あの勝ち上げシェルボーとかじゃないだけ、また見た目がまだあれですからね、あ、普段エンズイキに出してなかった、あ、エンズイキ出してなかったですね、見てなかった、あ、横島さんもありがとうございますね、スイッチ、雪崩式の DDT なんかもありましたけどね、はいはい、行方選手もいろんな技あるなと、あれも多分配信で初めて出ましたね、あ、じゃないですかね、うん、すげえ珍しいと思って、ただ高級なし技、垂直落下フィッシャーマン、あ、フィッシャーマンもあるんですね、これやり込んだらいつかフランケンシュタインやるかもしれないですからね、はい、あ、まあ、あのその可能性はありますよね、まあ、期待しておきましょう、みんなで、そうですよね、橋本飛ぶかもしれないですからね、そうですね、飛ぶかもしれない、まあ、ミサイル引くまでは今日見せてくれたんで、ありましたね、だから橋本式ドラゴンランナーとかあるかもしれない、ね、あるかもしれないです
あるかもしれない。そう、ローリングクレイとかやってるかもしれないですから、全然わかんないですから。可能性ある。可能性はあるんですよ。まだコマンドが分かってないだけで、可能性はありますからね。そう。高校ですね、法政人に聞けば分かるんです。そう。まだ出してないの、使用はまだかみたいな感じあるかもしれないですから、ね。どういう生き物だ。まあ、ということでまだまだですね、我々。いやー、本当ですね、本当。もうね、1試合たりとも同じ試合ないですからね、はい、同じ組み合わせで同じキャラでやったとしても、もう全然ね、違う結果が毎回起こる。いやー、とんでもない。橋本のワンダーランド、今日はね、大変15破壊王でやったトーナメント、もう最高でしたね。すごかったですね、もう、ワンダーマンさんも後でね、これ見てね、どっからどの試合か分かんねえな、多分シグマ動かしてると思いますから、どっから決勝なんだ、これ、みたいな感じ、分かってないと思いますからね。いやー、ワンダーマンさんもね、これ笑ってると思いますから、いやよかったよかった。この間ね、感謝祭でやって、もうまた月2回もやりましたけどもね、いやーいいですね、ところでもうね、なんぼやってもいいですからね。いや本当ありがとうございます。もう皆さんのおかげで、もうこんな楽しい思いさせてもらってます。すごいですよ、もう15名も橋本慎也選手集まってくれましたから、これなかなか現実でないですよ、15人も集まることね。ね、まあ3、4人はまだあるかもしれない。そうそうそう、3、4人くらいですよ、これ。15人はなかなか来ない。15人も橋本なかなか集まらない。橋本オンリー工業とか多分新日もやったことないですからね。そうですね、まだないです、ね、びっくりですよ、もうドーム超満員でしたからね、そんなにみたいな。確かにその工業は俺も行くわと思ったけど、ね、行きたいですね、多分プレミアつくと思います。橋本しかいねえっつって、あのプロレスターがいっぱい乗ってるやつ全部橋本ドーンっつって、橋本って全部橋本ですからね。見て誰か作ってください、よろしくお願いします。いやまあね、今月30日もう終わりですけども、来月もね、はい、また感謝祭やりますし、そこでトーナメント4企画してますんで、はい、よろしくお願いします。ね、俺はさんはじめ皆さんよろしくお願いします。何もね、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それだともう終わりにしようだったけど、はいはい、これ超人五輪ということで、はいはい、優勝した方、次回の超人五輪の種目1個指定できます、はい、で同じタイトルはダメなので、はいはい、残念ながら、トーナメント4は無理なんですよ。俺はさん何か希望あったりしますかね。まあ、自分に聞かれるともうトーコンレスデン3一択になっちゃいますね。3やりますか。もう前大会で大体分かったかなんかもありましたけど、ね、ま、お前ら本当かなんか忘れてないだろうな、本当に。じゃあ3やりますか、はい、まあこれ自分もそれほど詳しくはないんですけど、これ東京熱戦3で対戦をやろうとするとすごく闇が深いんですよ。あ、そうなんですね。もう凶悪なエーパーが結構いろいろあるんです。エーパーあるの、はい、だから自分も全然知らないんですけど、全国の東京熱戦3有識者の方はもうこれを機にぜひ我々に見せつけてほしいなと。まあ、3って確か家庭用、あ、4もあるんでしたっけ。3家庭用出てるんですけど、出てますよね、ほぼ別ゲームです。あ、別ゲーなんだあれ。あ、3のアーケードエディションとプレステとかで出てる3って全然違うんですね。ちょっとシステムが違います。あ、はい、じゃあそれやり込んだよって人が来てもあれなんか違うなってなるんですね、はい。それとファイターザブ家庭用の3やってる人はこの4はとっつきやすいです。ああ、なるほど、はい。じゃあね、ぜひね、これ家庭用やってた方、まあ、家庭用でやってた方も結構いると思いますからね、はい、プロレスマンいっぱいいますし、はい、プレスのゲームですからね、ぜひまた遊びに来てほしいと思いますけど、はい、ぜひお願いします。楽しいですね。はい、じゃあ分かりました。次回ね、次回いつ開催かまだ確定はしてないですけど、次回の超人五輪ではじゃあトーコネスデン3、はい、やらせていただきますのでね、ぜひすみません、皆さんまたご参加、そして皆さんご視聴よろしくお願いいたします。はい、お付き合いお願いいたします。よろしくお願いします。はい、改めまして優勝したオレオさん、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。いやー、面白かったな。結構そのまあね、打撃の応酬 KO そういうのばっかりになるのかと思ったら、やっぱ優秀者のね、垂直落下 DDT、 いや、それはまあ決まるよねって感じの、まあ、綺麗にね、頭の部分が赤くなったところに、DDT 決めて、それで KO という、ね、流れありました。まあ、すごい、多分率高いんだろうなって感じでね、見させていただきましたけども。いやー、いいですね。この普段ね、毎月やってる、トーコネスデン4ですけども、こういったまた一風変わった感じの試合もね、ちょいちょいやれたらなと。ちょいちょい、こんなのちょいちょいやりたくないけど、たまにはね、やりたいと思いますので、またね、ぜひやりましょう。タッグとかもな、楽しそうだけど、なかなか難しいんだよね。まあ、いろいろとね、やっていくので、ぜひまた皆さんね、ご参加の方よろしくお願いします。ちょっと超人五輪の話をさせてください。今日の大会はこれで終わりです。で、明日、3月31日日曜日も超人五輪あります。明日は3時からぷよぷよ3回転禁止ルール。すごいな、回転禁止ぷよぷよ3。ぷよぷよ2も脇に動かしておくので、そっちは回転させてください。で、16時からスーパービチバシチャンプ、まあ、いわゆるミニゲーム大会ですね、セッティングしてありますので皆さん遊んでください。そしてちょっと時間を空けて、そして会場を池袋に移しまして、池袋で無印の連邦 VS ジオンやります。そして最後は7時からのセガラリー大会、これで締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、今日も一日ありがとうございました。大丈夫ですかね。超人五輪トーコネスデン4大会以上で終了です。ありがとうございました。
橋本慎也選手ありがとう、またやりましょう、ありがとうございました。あとは皆さんの試合心よくまでやってください。もう橋本を使わなくても大丈夫です。使うんかい、使うんかい。橋本選手またやってますけども、この橋本対橋本が終わったら橋本限定大会の、ね、配信は切りたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、そんなのあるんだ。おー、やる草の DT、 お見事。なんで次に切ったの？KO してる相手に三角締めやばい。勝者橋本慎也。じゃあ配信はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。